タージ・マハルには、イスラム様式である十字水路が採用されている。庭園の歴史は、個人や公共の景観の中における芸術や自然を通じた景観に配慮した美の表現、文明生活における趣向や様式の展示、個人的あるいは文化的哲学の表現、そして時には、個人の社会的地位や愛国心の堅持としてみなされうる。 屋外空間の囲い込みは紀元前1万年頃に始まった。最初の庭園の具体的な詳細は不明なままであるが、歴史からは最初の囲いが動物や略奪者を排除するための一種の障壁であったと推測する。庭園の造成と設計は造園術の先駆けであり、西アジアで芽吹いた後には西へ向かい、ギリシャ、スペイン、ドイツ、フランス、イギリスへと広がった。 庭を表すガーデンは、フランス語のジャルダンと、壁で守られた植物の育成地ヤードの中ゴコンが起源となっている。マールテンファンヘームスケルクによるバビロンの空中庭園のイメージが、最初の文明出現後、裕福な市民らは、純粋に美観のために増援し始めた。紀元前16世紀における古代エジプトの墓の絵画はアカシアや、 ヤシの大将の列に囲まれた蓮池が描かれた装飾的な演芸術やガーデンデザインの最古の物性である。もう一つの古代の流派はペルシア人のものであり、アケムネス朝はパラダイスガーデン、シンバビロニアは古代世界の七不思議の一つとして名高いバビロンの空中庭園を有していたと言われる。ペルシアの庭園は中心に沿って回転対象に設計された。 ペルシアの影響は、アレクサンドロス三世以後のヘレニズムギリシャに広がった。紀元前350年頃のアカデメアは庭を要し、植物学についてまとめたテオプラストスはおそらく、アリストテレスの庭を相続した。エピクロスが歩きそして教授した庭は、ミティリーニのヘルマルコスに依存された。アルシフロンもその著書にて、自分が有した庭について言及している。 西洋で最も影響力を持っていた古代庭園はエジプトのアレキサンドリアにあったクラウディオス・プトレマヨスのものとルキウスリキニウスルクルスが共和制ローマに持ち込んだ園芸様式であった。イタリアのポンペイにある壁画にはその後の聖地な発展を証明している。ローマの富裕層は噴水や小川、トピアリー、バラ、そして日陰になるアーチ型建造物などを含む 給水機構を備えた広大な庭園を増設した。考古学的証拠はハドリアノスの別荘などとして遺跡に残っている。ローマの作家にして技師であったウィトルウィウスは現存している最古の設計マニュアルを表した。そのデアーキテクチュラは設計理論、造園術、工学、上水道、公園や広場といった公共事業を扱っている。彼はファーミタス、ユティラタス、 ウェヌスタスが設計の主目的だと主張した。現代でもこうした要素は景観の上質な設計に不可欠だと考える者も,もいる。4世紀になり、ローマ帝国が衰退した後には、ビュザンティオンやアンダルスが演芸様式を受け継いだ。この時までに中国にて形成された独特の演芸様式が日本に伝えられ、 そこでは池を中心とした自然の風景を縮小、再現した貴族庭園や寺院を特徴づける簡素な枯れ山水などに発展した。13世紀のヨーロッパではラングドックやイルドフランス地域圏にて園芸が復活した。15世紀後半から16世紀初頭には古代ローマの別荘や庭園の記述が再発見されたことでイタリアルネサンス期の庭園という 新たな形式の創出につながった。16世紀のスペイン王室は本国とアメリカ大陸の植民治療法に当時初となる公園を増設した。正当なフランス式庭園はベルサイユ宮殿により霊称され、英仏で風景庭園がそれを継承する18世紀半ばまでのヨーロッパにおいて支配的な園芸様式となった。19世紀には 歴史的復興の混乱とローマの季コテージに触発された庭園が出現した。イングランドのウィリアム・ロビンソンとガートルード・ジーキルは、それぞれワイルド・ガーデンと多年生庭園の影響力のある提案者であった。アンドリュー・ジャクソン・ダウニングとフレデリック・ロー・オルムステッドは、北米用にヨーロッパ様式を導入し、特に公園や大学、郊外の景観設計に影響を及ぼした。 オルムステッドの影響は20世紀にまで及んだ。屋上緑化や雨水収穫といった環境への配慮と持続可能なデザインの実用性は、これらの分野における革新として幅広く実行され、発展し続けている。紀元前4000年期から紀元前3000年期にかけて、ユーフラテス川とティグリス川に灌漑用水路を構築したシュメール人は農地とともに、 地域の内外から草木を収集し、世界初の庭園を築いた。彼らより前には、伝説上のパラダイスガーデンという思想があり、人と動物たちが共存して、果物を好きなだけ得られる、文字通り楽園のような場所とされたが、このコンセプトが変化し、平和と豊かさの場所という意味になった。その要素には、ギルガメッシュ女子が力説した水と、日陰、果実が必要であり、 シュメールやバビロニアの神の庭園でもあった。この詩はギルガメッシュがフンババの地に踏み入ったサエのフッシュの庭についてゲスティンの木が金の幹と水晶の枝ででき宝石で彩られていると表現している。あるレリーフにあるジックラとのテラスは空中庭園の原型とされ、ヤシや松、糸杉などに加えエジプト産のパルメットやロゼットも見られる。その後は アッシリア人のオーラが、ティグリス川の岸に、多種の草木を要する庭園を設け、サルゴン2世は地形を変えて、人工的に景観を作り、センナケリーブも、ニネベの王宮に灌漑システムによる、コットンブッシュやオリーブを植林した。アステカ文明における造園は、君主や上流階級向けの娯楽、または職種であり、湖にある、チナンパという浮島が、特徴的である。チナンパは、 基本的に農作用であったが、アステカ庭園も湖水を利用するためにその近辺の岩を掘削して作られた。その起源は、起源千年期のテオティワ間に遡るとされるが、大きく発展したのは15世紀になってからであった。アステカ庭園は、テノチティトラン近郊の神聖なプライバシー空間と、テスコココの島における、狩猟園という二種に大別される。そこには、 宮廷や浴場、劇場、墓地を含むこともあり、道の傍らには灌漑用水路と並行した花と共にメキシコラ空襲やセコンヤが並べられていた。テスココのネサワルコヨトルによるチャプルテペクでは、テラスのある球場の植林とランの育成が記録されているほか、テスコチンコの別荘の草花には、丘から数キロに及ぶ水路を通じて水が送られてきていた。モクテスマ一世は、 オアスティペックでの造園に際して10キロもの柵とダム湖を作らせ、その周りに多様な熱帯の植物を置いた。アシャヤカトルは庭園を保有するモノらに風光明媚な景観設計をするよう促し、彼が用した遊園は様々な鳥類や爬虫類がいる動物園のようであったという。彼らによるこうした数々の庭園は進行してきた。 スペイン人らに美しい果樹園として驚かれ、そして記録されたが、コルテスラの制圧段階にてぶち壊されてしまった。チャプルテペクは、征服者の狩猟園及び屋敷として改造された後、現代では公園となっている。インカ帝国の庭園に関する記録はあまり残されていないが、ウィリアム・プレスコットによると、現在のペルー一帯で採掘された大量の金銀により、 きらびやかなパルテールと水路、池などが作られていた。愉快にあった庭園でも、現地の熱帯固有の草花が彩り、銀の水道と金の貯水池により水が提供されていたという。インカ人は工述する、ペルシア人のように技巧を凝らした、灌溉用水路を山の湖などから引いており、その全長は650キロ以上、縦1.5メートル、横1メートルの規模であった。 イスラム様式の起源、元イペルシア風庭園様式は、アケメネス町のと、パサルガ台に増設された、キュロス2世の庭園が完成させ、カジュや糸杉、ポプラが覆う、庭全体をリルという水路が4分割していたことから、後に、ジャハルバーグと呼ばれた。水源は、湯水と山岳部の湯雪水を引いて都市部まで、カナートという地下水道を構築し、その後は、 ジュベという地上の総水網にて、波木道や、果樹園、個人宅の庭までへも供給できた。637年のクテシフォン包囲戦での佐山町、敗北以後、その庭園スタイルはイスラム世界に継承されることとなった。ムスリムにとってきらびやかな庭園を作ることはコーランに、ある楽園を再現することでもあり、方形状の4分庭園の水路はコーランが、 研究する生命の川を例え、交差する、中心地には池や病があった。彼らは、ペルシア人の様式にモザイクアートや、大理石の水盤建築デザインを組み込み、特に水路に使われた、モザイクなどがより霊量感のマす作りに仕立てた。西アジアを中心に、広大な領域を収めた正統カリフのアブーバクルは、神の源である自然の保護を命令したことで、 木々や畑の破壊を禁じたほか、機種配送となった、ペルシアの知識人らが建設に関わったアパース町のドバグダードでは、多くの学術分野が発展し、アッシリア・バビロニアの狩猟園や、ギリシア・ローマ時代の業績を受け継いだ。13世紀に、モンゴル軍が侵攻してくると破壊工作の一環として、運河や井戸は砂で埋められ、征服された農地や庭園は荒廃した。 モンゴル人の多くは庭園を軍司令官の野営場所として利用したと伝えられているが、イルハン町のガザンハンは、都の西部に正義の庭を建設し、園内は草地に変えられ柳の並木と貯水池、そして黄金の玉座が置かれていた。ティムール町の創始者ティムールは、晩年にサマルカンドの豪奢な宮廷庭園を複数作らせており、池と水路を含む広い果樹園やプラタナスの庭園、 青と金のタイルで彩られた門などがあった。彼の四男にして、第三代君主のシャールフも、前としたヘラートにて、バラとチューリップの庭園を築き、ティムールのものと合わせて、後のバーブルによる造園に影響した。サファビー朝時代に作られたチェヘルソトゥーンその後のペルシアを治めた、サファビー朝のアッパース一世も国中に、複数の庭園を造成した。どのイスファハーンにあった ハザール・ジャリブには、オニキスでできた水路が通るチャハルバーグという名の、大鳥があり、プラタナスとポプラの並木、バラの花壇などが大規模な灌漑用水路により管理、されていた。タジャバードの果樹園は桃、杏、ンズ、サクランボ、ザクロ、西洋梨など多種に溢れ、ガズビーンのサッタタバードには、ヨーロッパを経由して、アメリカ大陸から持ち込まれたばかりのお白いバナや、チューベローズもあった。 現代にも残っているカーシャーンの貧庭園は、幅のある、並木道と糸杉が影になる、カナートが運んだ水が青いタイルの上を流れる様子が、特徴的である。四十柱殿を意味するイースファハーンのチェヘルソトゥーンの縄、名は、二十本の木柱が、池の水面に反射することでその倍数に見えることに、由来するが、壁で囲われることの多かった、ペルシアの伝統と異なり、 再演のための開放的空間であった。カージャール長時代のタブリーズは上流階級が多くの別荘を設置した場所の一つであり、その中のシャーグルーの庭園は果樹の列が4万平方メートル以上に及ぶ正方形の池を包囲し、水上の台座から橋が7段もある南のテラスへ向かっている。ブッダガヤの基本象者に手手入れをするはし 紀元前2世紀から1世紀頃紀元前3世紀の実理論やカマンダ感知は街の外にあって政府による提供される公共庭園があり人々はそこへ行き非中ピクニックをして過ごすと言及しておりパーンニには東インド特有の庭園スポーツの一種に触れサラブハンジカはサラソジュの花を摘み開発に過ごす活動であったという4から5世紀頃のカーマスートラは 家々の庭の詳細について触れ、両妻は、野菜や、砂糖キビの束、イチジクの小立ち、パセリ、カラシ、ウイキョウなど、ジャスミンやバラのほか様々な花を植えるべきだとし、椅子とアズマヤが作られ、庭の中央には井戸、貯水槽または、池があるべきだと述べ、その他多くの専門書も、連上の風呂と椅子、池、回り道、動物園などの設置に言及している。12世紀頃の、 マナソラサには、景観設計の主催について、岩や盛り上がった山頂の土手、刈り込まれた多様な種類の草木、人工的な池や流れる小川を含むべきだと断言している。配置、土壌、種、草木の種類間の距離、肥料の準備方法、適切な施肥と庭の維持、どの植物や木を最初に植えるのが最適か、他の植物を植える時期、水やり、水のやりすぎや、 水不足の兆候、雑草、庭を守る方法やその他の詳細について説明されている。公共公園と森林庭園の両方についても記述されており、バナクリダの章では約40種の樹木が公園用に進められている。ムガル帝国のバーブルはかなりの庭好きであることが伝えられており、サマルカンドやヘラートでかつて見た庭園の経験などを景観設計に生かした。 彼がカブールの斜面に増設したイスラム式四分庭園のバファーにはポプラ、ザクロ、リンゴ、オレンジ、砂糖キビなどが植えられ年間を通じて多くの植物が彩りを見せた。アクバルはアーグラにメディナ・アサーラを参考にしたレッドフォートを築きファテプルシークリート・ナシームバーグに宮廷庭園、カシミールには古城庭園を作らせた。 ジャハンギールもカシミールに、シャリマー庭園を、ダルコのシュリーナガルキン園には、水路、噴水、滝などをこしらえた700近くもの庭を設置し、アクバルが植えさせたプラタナスも残っていた。彼の息子、シャージャハーンが、王妃ム,ムターズマハルのために、大遺跡で建てたタージマハルは、楽園と彼女への愛情を表すシンボルであり、ここにもイスラム様式の十字に交わる水路が見られ、 巨大な霊病を反射している。十字水路を挟んだ白病の向かいには病よりも広い前提があり、大牛により回されたヤムナー川の水車からの水は西側の園外に溜められた。タージマハルは病のすぐ背後にあるヤムナー川やその対岸から見られることも想定して設計され、対岸の月光庭園は皇帝の遊楽園であった。タージマハルと並行して建設された この庭園では十字水路はもちろん、四隅に立つ小塔や八角形のテラスと水槽がタージマハルと対象であることを示しており、すぐそばの川岸には船着き場も用意された。底ーにあるエジプト第18王朝のネブアメンの墓のフレスコが。中央の池には、魚とアヒル、神聖とされた水蓮が浮かび、池の周囲には、ナツメヤシや果樹、 再生の象徴としてよく描かれたパピルスの木が、そして右上の端には、来世の供物となる果実を準備するイチジクの木の女神が描かれている。メソポタミア地域と同じ頃の古代エジプトでは、定期的に洪水が起きるナイル川の三角州の事情に合わせた庭園が作られていた。河川の水、そしてエジプトの場合には、砂漠の砂から守る壁を設ける必要もあったため、 当初は狩猟園のように大規模なものは実現しなかった。エジプト庭園では野鳥が羽休めできるほどの池やミイラ製作、または反乱を祈願するため神に捧げられたカキ、ブドウなどがあった。ファラオラはピラミッド外周に植林したほか、テーベのデルエルバーハリやカルナック神殿のような神殿内部には僧霊用庭園も築かれた。生きがいとの貿易や戦争により、 外来の木々と薬草は庭園に多様性をもたらした。一方、紀元前2000年期頃には逆に、エジプト様式が地中海沿岸やメソポタミアにも波及した。エジプト庭園にとっては、農業と同様に、灌漑システムの存在が欠かせないものであった。氾濫機の川の水は貯水槽に送られて、必要に応じて、シャ車竜フが組み上げ、直行する水路が園内に張り巡らされていた。 庭園の立地は必ず氾濫期の水位よりも高い場所にあり、漆喰と泥で固めた穴に植林された。メケトラーの墓で発見された木製の庭園模型確認されている最古の庭園はエジプト第四王朝にあったものであり、ナイル川口一帯を統治していたメテンという人物の墓に掘られた。彼の1ヘクタールほどの庭にはパピルスやスイレンが植えられ、 これに加えて400ヘクタールを超えるどう畑も領有していたとされる。メンチュヘテプ2世の交換メケトラーの墓下からは木彫りの庭園模型が見つかっており、そこにはイチジクの木が幼魚池を取り囲み、奥のポルチコと見られる柱はパピルスの茎を模して制作された。エジプト第18王朝時代のセンネフェルの墓にはアメン神殿の庭園図があり、4つの池、そして 立面図の草木と建物などが左右対称に描かれていることからメケトラーの模型とともに後世の基本となった当時のエジプト様式を詳細に伝えている。神殿の庭園に積極的に置かれたものとしては水蓮があり死後の復活のシンボルとされエジプト人に好まれていた。このかにも多くの植物が何らかの宗教的意義を与えられて育成されており、例えば夏目屋氏は ラートミンに、エジプトイチジクはハトホルに、魚流はオシリスといった具合で、別々の神に捧げられていた。降水量に乏しく山がちな地形を持つギリシアでは、現代人が考えるような庭園はあまり発展しなかったが、その植物賞が多様であるテニア、他の学問と同様に、植物研究も盛んになったこと、そしてギリシアの風景の美しさがギリシア人らに、 神話の題材や自然観を与えたという点において、後世の景観設計にとって不可欠なルーツを持つ。紀元前千年期以前のクレタ島及びサントリーニ島では、中老が取り囲んだ庭園が存在したことが確認されている。ホメロスのオデュッセアには、同時期のエジプトや中東地域の様式と類似したブドウを含む果樹や並べられた花壇を内包する庭に、 ついて触れられている。都市部では、神殿付近やアゴラを彩るため、灌外用水路と合わせて、プラタナスやニレを植林し並木道を作るよう門が指示したことが記録されており、アリストパネスラは豪邸にある小規模なケポスという庭について述べた。エピクロスも自らの哲学を実践しようと自宅の庭に菜園をこしらえたが、薬草や野菜の栽培及び取引といった、 実用性を重視していたギリシア人は庭園を楽しむという概念はほとんど持たなかったと見られている。火星論にはスパルタのルサンドロスがルディア王国にあったシ小キュロスの庭園を見た際にペルシア人の王が有していたパラデイソスと呼ばれていた。そこで王自らが土に触れ植物を育てる様子に衝撃を受けたということが伝えられている。しかし、 シラクサトップトレマイオス町の統治者は例外であり、ディオニュシオス一世がペルシア風庭園を作らせたほか、ヒエロン二世の戦場庭園には考え可能な花壇や樽に植えた木タなどがあった。同じくペルシア様式に影響されたギリシア人支配期のエジプトにおいても実用としての畑と娯楽目的の庭がナイル川の三角州に作られ、中庭は方向のある花や低木。 モザイクで飾られた。その他、アリストテレスが、紀元前4世紀に水力を用いた水形物の原型を発明したことで、テーベ、アレクサンドリア、シチリア島などでは、噴水のある公園も見られるようになった。紀元前2世紀のでエロス島の邸宅には内部に庭があり、そのすぐ外側に柱が立ち並ぶ構造は、ペリステュリウムと呼ばれ間もなく、ローマ人に受け継がれた。 共和制の時代から、ローマ人にとっての庭は都市か農村かを問わず重要なものであり、末期には庭が土地の多くを占めて農地が減ったために輸入を要したと言われている。ローマ都市部の庭園は、ギリシア時代のものと大きく変わったわけではないが、公共空間ではなくスータの個人邸宅に付随して、野菜や薬草が植えられ、花や池も加えられた。また、 水道橋の発明によってより多くの水系物と植物種が利用できるようにもなった。紀元前2世紀頃に西アジアへ拡大したローマ帝国では、ペルシア風のパラデーソスの庭園やプトレマイオス朝、エジプトの様式に影響を受けてビッラ・アドリアーナの水路という形で導入され、それ以降には大規模な庭園を個人が所有するケースも増えた。 農地と庭の機能を有する郊外地を意味したローマのビラはルネサンス期のイタリアや18世紀のイギリスなどで賞賛されブームを巻き起こすことになる。都市部から離れた場所にあったビラでは壁に囲まれた庭と異なりブドウ畑や遠方の山岳を鑑賞でき、これを高く評価した15世紀のレオンバッティスター・アルベルティはルネサンス建築の権威となる建築論を完成させた。 ショープリニウスは、トゥスクルムとラウレントムにそれぞれビラを保持しており、海に面した前者は、プライベート区画と仕事場に分かれていながら、風通しが良く、列中廊が昼の日差しから守っていた。校舎には動物をかたどって剪定された木々やアカンサス、バラなどがあり、船型の容器に入った食事が大理石の水盤に浮かんでいた。ショープリニウスやハドリアノスのビラには、池や彫刻、 ポルチコなども景観の一部としてみなされ、特にギリシア文化に精通していたハドリアヌスはカリアティードのようなヘレニズム様式を積極的に採用した。後半にわたる植民地では各地の風土に合わせたビラが作られ、温暖地では中庭に風が通るよう設計してポルチコに影を作らせ、寒冷地では逆に庭を壁で守った。 大領主であったルキウスユニウスモデラトゥスコルメラは、その農業論にて、土地の選び方や肥料、薬草と野菜の育成に関して詳細に記した。彼が紹介した、格子垣きで霜を防いだり、栽培種の病気を防ぐ手法や、道具などは、フレスコ画やモザイク画として記録され現代でも、利用されているものもある。ローマ人の庭では、帝国全土から集められた桃やレモン、 メロンといった果実が育てられ、干渉用として、鶴ニチニチソウ、クロッカス、シクラメン、ヒアシンスなど、常緑種の銀梅花、月桂樹、キズタ、イチゴの木なども植えられた。ベルリンのマルツハンにあるガルテンデアフィアストロームの十字、水路はイスラム様式のものである。イスラム式庭園の大きな特徴である、ジャハルバーグは、前述した、ペルシアのパサルガダエが、 期限の一節とされているが、古代ローマのように庭の中央に円路や水路を敷くスタイルも取り入れた。宗教的制約として、偶像崇拝は禁じられていたために、ギリシアやローマのような彫刻や絵画は発展を見せなかったが、ムスリムは技巧を凝らした水形物や金箔、宝玉などによって庭園に彩りを加えた。 当時のジャハルバーグは警官のみならず支配者の権力のシンボルであり、その中心に座った君主は園内の植物鑑賞を楽しんだ。旧世紀のアパース町はサーマルアに遷としており、その王宮は乗馬やポロのための運動場を併設した富裕層向けの庭園でもあった。ここではティグリス川の40キロほど上流から地下水路を引いてダチョウが回す水車で組むことで、 全庭園に池を設置し、特に王の池は4万平方メートルに及んだ。サーマンラーのバルクワーラー宮殿の様式は、コルドバの庭園に影響を与えた。イベリア半島では8世紀半ば頃から、ムーア人らによる支配が本格化し、古代ローマの灌溉用水路と造園設計をイスラム様式のものと融合させ、まずアンダルシアに国際色あふれる植物種を含む庭園を設けた。 コルドバでは、アブドアラフマーン一世が柱とオレンジの樹木が、一し乱れずに並ぶモスクでもある、パディオで、ロスナランホースと、東方から秘密裏に持ち出した一軸やザクロを、育てていたアルサファという果樹園を造園した。アブドアラフマーン三世のザフラー宮殿は、博来の果物もある果樹園と複数の中庭を用し、宮廷には、ビザンツ式建築による大理石の柱や、 漆喰のアーチが使われ、生命の木も描かれていた。三段のテラスを含む道園は、大広間や、食用魚を保存するための巨大な池巣もあった。あと、ウマイ屋町崩壊後はトレドが中心となり、アルマームルンのガリアナ宮殿の庭園には、中央部に水晶でできたアズマヤが鎮座する池と、タグス川から水車で引いた水で動く、水時計があった。その後のナスル町では、 ヘネラリーフェとアルハンブラ宮殿という形で、イベリアの庭園様式が最高潮を迎えた。前者は、カジュエンやパティオという名の4分庭園、そして、階段の手すりが、水路にもなっているデザインを持ち、後者は、銀梅花が囲む池を前に、アラベスク模様で飾られたスルタンの屋敷と、ルネサンス建築のスペイン王の宮城が向かい合っている。長方形のヘネラリーフェの4分庭園は、 遠路よりも低めに位置していることから高木が植林されたと考えられ、アルハンブラの中央にあった噴水は王権を象徴するライオンの像により支えられている。ただ、これらのチャハルバーグが主流だったのは宮廷庭園が中心であり、例えばトゥールーン町、ファーティマ町の支配下にあったフスタートの民家は屋外の中庭を用し、中には噴水や花壇を持つ庭も確認されている。 より大きい民家では、庭内の北にある水盤から出た水が水路を通り、14.9メートルの中庭に出る際に滝となって、区形の池に入る設計となっており、周囲の草木と合わせて、冷涼感を演出したとみられている。オスマン帝国を樹立したトルコ人の庭園は、ペルシア式、ギリシア式、ローマ式スタイルを組み込んだものとなっている。 彼らは、アドリアノープル王宮の造園はもちろん、都市の大小を問わずに噴水をこしらえ、第二次ウィン員法維持のカラムスタファパ社は、野営地前にも庭を作った。メフメト二世は、ブルサヤマニサ、アマスイアの各都市に造園し、特に、コンスタンティノープルのトップカップ宮殿周辺には、複数の庭園、〇マ〇マ海を展望できる斜面には、ギルハネというバラ園を築いた。バラは、 香水や清涼飲料水の香料として用いられた、他、宮殿の庭園で育てた余剰の野菜や牡蠣を売ることで、政府はそれらを収益化していた。他のイスラム王朝では、考えを念頭にした、直線的で精密な庭園配置が必要とされたが、ここに限っては、現地の地理条件に合わせた自然な様式が、形成されていた。スレーマン一世も、 旧婚や糸杉を植えて2500人もの庭師を雇用したほか、コンスタンティノープル市民の多くは自宅に中庭を持っており、川や海岸に作られた大衆向けの庭園にて時には遊園を開き、料金制の果樹園でサクラんぼやスモモ、ラズベリーなどの採集を楽しめた。16世紀になると、アイリス、ヒアシンス、アネモネ、スイセン、ユリなどがヨーロッパへ輸出され、 中でも赤い百合と呼ばれたチューリップは後のオランダで商品作物として人気を博した。18世紀のアフメト3世の地政下でもチューリップが特に好まれ、亀の上にろうそくの火をともした縁が春から夏にかけ毎晩のように開かれたが、これによる費用が財政圧迫の一因として後に退位させられた。トルコ語のチューリップは アラビア語のアンダーと一部の字が被るために神聖なシンボルともされ、噴水をはじめとする建築や陶器のデザインに対応された。また同じ頃にはトルコ式のテントや庭園スタイルがピクチャレスクという形でヨーロッパに波及していた。歴代君主らはその一方で増援のために野生のチューリップやヒヤシンス、バラなどの球根を収集するよう命じており、 このため中には絶滅した種もある可能性が指摘されている。蘇州の都名園にあるともいし中国庭園の特徴は石や水に重点を置き、植物は芸術、哲学的意味を持っていたものの二大物に近かったという点が挙げられ、その設計は中国人が考える宇宙間の完全性を表現するものであり、自然は征服対象ではなく人間のパートナーとされた。 温量思想においても、世界の神羅万象や人間活動には、影と火、両者の保全が基礎にあるとされたことから、中国庭園も水である小川や池、そして山を表す月山や岩石を据えることで、相互作用が働いている自然の風景を表現した。中国最古の記録は、紀元前4世紀の皇太子のために作られた鹿にあり、 そこに登場する遊園は架空のものとされるが、庭園の概念自体はすでに存在していたことを示している。その描写には、ハイビスカスの池垣や蘭、孔雀、屋根付きの渡り、廊下と池に浮かぶ蓮などがある。四皇帝などの戦士時代の皇帝らは、黄河と洋子交流域の森林地帯に林園や庭園を築き、そこに、扶養国から奉納される動植物を移した。 その多様性は皇帝の権威が及ぶ範囲と偉大さを表すものであり、宇宙の縮造も意味していた。前漢の皇帝も始皇帝に習って庭園を満喫したが、中でも武帝は伝説とされる仙人にあやかり不老不死になることを願い、巨額の資金を投じて仙人の住みかとされる新戦闘の再演を試みた。仙人がその美形を聞いて、 不死の霊薬を与えに訪れることを期待された彼の、林園には、湖に浮かぶ島に、貴重な花や薬草、ロウケ鉢を手にした、千人像などが設置された。ロは、宇宙の霊的本質である世紀であり、不死の薬の主成分ともされた。館内のシルクロード開通で利益を上げた商人の園、広士館は、川の水を引いて、チベットの薬や、南方のオウムがいる。 大規模な庭園を築いた。そこでは四十近くの道がすべて回廊で結ばれ、約三十メートルの高さに及ぶ岩山もあったと伝えられるが、円広士官の増長が政権の目に留まり彼は殺害された。同じ館内に紙が発明されたことで植物の栽培記録も盛んになり、後輩を記録したものや調理法、薬効について記されたものをはじめ、 三世紀初頭には、仏草家やジャスミンに関しても記述された。こうした資料は、以後も含めて、膨大な数に上ったが庭園様式に影響することはなく、それぞれの植物により連想される象徴的、道徳的な意味が重視され続けた。例えば、多くの植物と異なり秋に開花する菊は長寿の薬とされ、首都が豊富で丈夫な竹は高血の象徴とみなされた。 つの容体は16もの水上宮殿とおののに庭園を設置し、武帝のように国外の植物を植えて新鮮島も作らせた。税収を上回るほどの額を費やした庭園には、おの妹子も招かれ、後の日本庭園の様式に影響し、独自の発展を遂げた。北宗の学者であった芝光は造園家の側面も持っており、法王が好むとされる青霧を植えた自宅の庭を、 独楽園と名付け、養魚地と竹製の釣り小屋を制作していた。芝光の死後に間もなく即位した基想は、面積は控えめながら60メートル以上の人造山を含む牛虎学という庭園を、との開封に設けた。山麓には池や川のみならず水門付きの滝があり、山体には奇抜な形状の岩石が数多く置かれていた。 生産の象徴とされる庭園の岩には珍しい形のものが、館外から重宝され、国中から、時には国外から高納品として取り寄せられ、岩の運搬船が運河を渋滞させることもあったという。基礎もそうした岩を集めるよう進化に命じ、蘇州の太古由来の石灰岩などは特に高い評価を受けたが、牛虎学は財政を圧迫した一員でもあり、間もなく、 異民族の侵入を受け王朝は滅びた。元の不備来藩による庭園は、海を下した小岩に、別の場所から持ち込んだ木を植え、小中の島は瑠璃でできていたなど、伝統的なものより、六章の配色が多かった。秋を末期には、芸術家でもある、形成が表した、園やにて、造園法を紹介し、月山や岩の設置場所から、回廊のデザインまで解説した。 清を代表する庭園は、建立帝の地制下に作られ、複数の庭園から構成されていた、園名園である。最大規模の面積は2万5000ヘクタール以上にも及び、山野や洞窟、湖泉、島といった自然はもちろん、書庫、寺院、田園、狩猟園、動物園、さらには、連平所までが、塀の中に存在し、一部の建築には、バロック様式が採用されていた。 剣流帝に優遇されたイエズス会の神父、アキレが延命園の様子を書簡で伝えると、ヨーロッパでは大きな反響を呼んだが、アロー戦争末期の1860年に英仏軍により破壊された。その後に王朝の実権を生太校が握ると、延命園の一部を再建させて、岩イインに改名するとともに、劇場や大理石の茶帝なども新造された。日本庭園は、 朝鮮半島経由で大陸から伝えられたアスカ時代のものが起源とされているが、古墳時代には屋外の造形空間として、つまり景観を含む講義の庭園に分類されうるものや、日本様式の源流とおぼしきものはすでに存在した。須山古墳の集合に浮かぶ島の斜面には、吹き石が敷かれており、これは奈良時代以降に見られる須浜という五岩術と同類の ものと見られているほか、島の隅には装飾としての立石があった。また、日本初期には、李中天皇が、岩手家の船上で遊園を開いた記録があるなど、この時期に、日本の園地の起源があると考えられている。祭礼の場として用いられた城の古遺跡でも、泉から出た水の流路が石張りであったことや立石の存在が判明しており、儀式など、機能的側面からの需要が、 日本庭園の形成条件に含まれたとされる。アスカ時代の庭園、特に池や水路は直線が目を引くデザインであり、上宮遺跡やアスカ系後園地、石上遺跡、氷山遺跡などの片池はほぼ石積五岸との組み合わせであった。また、石を切って加工した石層や噴水石といった人工石も大きな特徴である。その起源は612年頃。 道古行と呼ばれたくだら出身の都来人が、昇魂で宮ングルに、趣味山のミニチュアとクレバシを築いたことに由来すると、される。これらは、石像と考えられており、趣味山は、仏教館において、中核となる山、クレバシは、クレの様式でできた橋と見られ、特に、趣味山は各地に築かれ遊園が催されたという。また、石上遺跡で発見された。 趣味山や石像には1センチほどの穴が開けられ、外来の先端技術による噴水として用いられていた。他、絵像を平定させ庭園での園に招いた際にもそれらと同様のものが園内に設置されていた。7世紀後半には、白月の絵の戦い以後に国交関係を回復した白木流の様式が輸入され、アスカ系アド園地や万葉州にある島の宮に影響を与えたと、 考えられている。これらにあった池は直線よりも曲線が目立つ、より自然的な景観を生み出していた。このように、アスカ時代の日本庭園は朝鮮半島の影響が及んでいたが、淡田正人による剣闘士の帰国以降、主に奈良時代からは中国大陸の庭園要素が顕著に見られるようになっていった。淡田は長安にあった、 大民リン特伝の大役の地トラック用の上用偶を訪れたとされ、特に校舎の池岩は自然の石積みと卵ほどの大きさの石で構成された五岩、天然の岩石やカーブのある池などが自然の風景を表現していた。この設計の中心的な輸入先となったのが平常系であり、以前まで用いられた石張りに加えて極地と斜面に敷き詰められた小石でできた巣浜などの 要素が取り入れられた。須浜については、唐の様式を完全に引き継いだというよりは、日本の海辺の風景による側面も含むと見られ、平城宮東院庭園の極地、須浜、京石のデザインをもって、日本庭園の基礎が築かれた。平安時代の上泉園は、平安宮の大大理に隣接しており、平城天皇が、節句の行事を模様し、佐賀天皇は、 避暑地や桜の花見を楽しむ場として利用していた。また、阿弥陀信仰の普及が加速した上、ガランのそばに設置された池という様式がこの頃の日本のみで発展を見せ、北家寺の阿弥陀浄土院のものを起源に、貴族の間で広まった。典型的な神殿づくり庭園とされる、吉重の安種の庭内には、小道が池の西側にあったほか、橋や小舟とともに、緑の松島、 白砂の渚、紅さ、暮れななどで彩られていたという。藤原の道長の土三角殿にも池の西に仏堂が設けられ、これらは阿弥陀仏の西方極落城土の思想に基づいていた。鎌倉時代末期から室町時代に活躍した無双組織は臨済宗の前奏であると共に造園家であり、彼の名を聞いて尋ねる修行像からの慣れ全国を流転していた。 彼は景観に引い出た移動先を選んでは、数々の寺院と禅の思想による庭園を増設し、夢中問答集にて、庭園を愛することは、禅でも悪でもなく、庭園に触れることで何を得て、または失うかはその人の心いかがである、と説いた。晩年に混流した、西宝寺の庭園は、上下二段構えであり、華やかな下側は、全身の西宝寺の池に、川の水を引いた、 黄金地と、その北に、西来堂、東に、洋月橋、西に、瑠璃寺を置き、松や桜を植えた。対する上側は修行の場としての座禅堂と石組が、ある荘厳な様相であり、そのさらに上の山頂には、京都を一望する、縮み園庭が築かれた。現在の裁縫寺の建築物は後世に再建された、ものであり、当時のものは火災などで消失したが、庭園は、 苔で覆われたことで苔寺として名を馳せている。ロ安寺ンの枯れ山水室町時代末期に来日したポルトガル人のルイス・フロイスは京都の寺社や足利将軍の御殿などについて記述している。まず主が不在の際に訪問した足利邸では金や登場に選定された杉をはじめ、みかんの果樹や百合、バラ、ひなぎくなどが憩いの場を作り出すために飾られていた。 細川春元の庭園は、屋敷は荒れていたものの庭自体は整った姿を残しており、外部からの水路が茂みの中を通って園内中央の池に流れ込み、そこではいくつかの島が石や木製の橋で結ばれていた。主人なき跡のこの庭園に関しては、三好氏により管理されていたとみられ、室町幕府の象徴たる道園を維持することは大きな意義があったと考えられている。 大徳寺の達中では、他地方から持ち込まれた石を積んだ月山の上に様々な干木を置かれ、地面には黒糸白者が敷き詰められており、バラなどの草花が年間を通して入れ替わるように花を咲かせたという。六音寺の池に浮かぶ島では松を中心に多く植林され、現地の市民などが多く散策していたという。細川邸と六音寺の池には、 将軍御殿と六音寺の植栽管理、御殿の草花植栽、そして大徳寺の枯れ山水などは、当時の庭園スタイルの特徴であった。また、この時期の諸庭園には、休息や観光資源のみならず、政権秩序のシンボルといった機能もあった。大徳寺よりも、抽象的な枯れ山水とされる、両安寺は、築地塀の中に白社を据えて、大小15の岩石を設置したものであり、 豊臣秀吉が訪れた際に、しだれ桜の歌を詠んだ。第五寺御本院庭園は、秀吉と彼の没後は、第五寺の義園によって二十六年にわたり、築かれた。秀吉はこの寺に、慶長四年に予定されていた、御用税天皇の座間式に合わせるための造園を、命じたのである。彼は、建物よりもこの庭を先に作らせ、二つの滝が流れる、池には、 複数の小橋が架けられた。その後、義炎の台になると、さらなる拡張が加えられ、まず常御所南亭では、富士山をかたどった月山の山頂部に白帯を乗せて、積雪を演出した。池は、さらなる増設及び拡張を受けて、蓬来島は、小型橋、柳や蘇鉄、花壇と三段滝も設置された。江戸時代初期に増援された、桂山荘は、 それまでの散策や小舟といった要素に茶室と金を足した海遊式庭園の先駆けとされている。小水の上皇が、比叡山の麓に作らせた修学院 B 級は、上皇自らが模型を前にしながら、十校を重ねて設計され、下のご茶屋と上のご茶屋から構成されている。前者はご座所を中央に配置した木や池からなり、 校舎は120、220メートルのダム池に船を浮かべ、島の給水堤から庭園を一望できたほか、両者をつなぐ、あぜ道の田園風景も、園内の景観にとって不可欠であった。こうしたスタイルは、多少のアレンジで補われた後に、大名庭園として進化し、日本各地の城下町に築かれたことで、庭園の技術及び文化に多大な影響を与えた。また、 当時の大名や旗本の屋敷で発展した地仙庭園は、石の護岸や巣浜などを引き継ぎつつ、池と滝を称え、主に将軍のおなり向けに造園されたほか、月や楼閣を備えていたことが特徴であった。この楼閣は、俯瞰による庭園眺望と風景全体の中の一部分として鑑賞される、目的という二重の意味を持ち、室町時代の録音寺や自称寺に見られた様式が、 近世日本では不可欠となった。徳川秀忠は椿を特に好んだとされ、彼が作らせたお花畑の屏風絵には、椿のほか、なでしこ、ゆり、菊などが描写されており、角には鑑賞用のあずま屋も設けられていた。同時期に増設された降楽絵の用途は多岐にわたったことが伝えられており、茶会や脳の上演による藩主の娯楽はもちろん、留守中には、 家臣や領民が園内を観覧することも可能だったという。その他にも、信仰のあった木下皇帝や島津なりが参勤交代の途上に立ち寄った際には、園が開かれたり、京都や大阪から診察に来た医師の接待などにも利用されていたなど、社交的側面も有していた。後楽園は、快楽園、兼六園と並び、現代では、 日本三名園の一つに数えられている。琉球王国の四季名園は、大名庭園ではないものの幸楽園と類似した役割があり、清との作法体成果にあった同国が使者を迎えるために作られた。湧水による150、50メートルの池の周囲には、琉球石灰岩でできた石積み五岩と島に架かるアーチ、月山などがあり、池の北には五点、西には、 船着き場が設けられた。園内南西部の高地にあった、観光台は広大な農耕地を見せるために用意されたものであり、実際に作法師の一人であった林光年がそこに立ち、前世を示す農地を称賛した。明治時代になると、爆藩体制の終焉とともに、多くの大名庭園などが荒廃した一方、台頭した資本家階級によって、 旧来の日本庭園と芝生を豊富に用いた眺めが特徴的なイギリス風景式庭園などを融合させた庭園が誕生した。庭園に強い関心があった山形有友が保有した京都の無隣庵では東方の山を頂点に三角形の広範な敷地を持ち、琵琶湖から引かれた水が三段滝と池、小川を構成し園内を流れている。これを造園した小川寺平は その後、対達山荘や、喜び、茶園などのような私有庭園のほか、平安神宮神園や京都府庁、円山公園といった公共空間のデザインにも大きく関わった。中でも、平安神宮神園は、彼の傑作であり、桜ともみじの植林のほか、払い下げられた三条大橋と五条大橋の橋脚を流用した我流橋や、 秀吉の伏見城跡地にあった庭石を設置するなど、京都の歴史が詰まった庭園となっている。原富太郎が作らせた17.5万平方メートルに及ぶ横浜の三景園は、周囲の土地を合併しつつも、東明寺や長州閣などの古建築を園内に移設して、規模を拡大していった。高知にそびえる東明寺の三重等は、 庭園のシンボルでもあり、長州閣を含めた多くの地点から塔を眺めることができる。中世暗黒時代とされる中世前期のヨーロッパには残存している庭園の記録はあまり多くはない。これは資料の少なさや当時の社会的混乱、またはキリスト教の指導者らが森の異教の神々を悪魔とみなしたことなどから当時の人々が 自然の風景に美観を求めなくなった点が原因ではないかと考えられている。例外として、スイスの図書館では820年頃のものとされる増援計画図が確認されており、そこには、薬草のほかネギか、セロリ、パースニップといったカール大帝の御両地霊が育成を進めた野菜の名前などが含まれる。旧約聖書のソロモンの詩、ミヤビカ第四章には、 私の妹、花嫁は閉ざされた殿。閉ざされた殿、封じられた泉とあり、殿は、教会、泉は、洗礼と、解釈されていた。そのため、この頃の小規模な庭は、キリスト教いたずらにとって、教会を象徴するほどの重要な意味を持っていたと、される。二百六十年頃になると、アルベルトス・マグヌスが、娯楽目的の造園について中世ヨーロッパで初めて、 触れた。彼は、大した成果は出ないが資格と嗅覚の保養になるとして、著書で芝生やハーブの植え方を指南している。1288年には、ロベール2世が、パイコールドカレー県にーダンという名の庭園が作らせ、園庭のみならず、ライオンや、ヒョウの動物園、ツリーハウス、カジュエなどを含む800ヘクタール以上の面積を、用し文学作品にも登場した。 キャベツ畑に動物が入らないようおられたアミエダのゲート中世世紀頃には世俗から隔絶された修道士らを中心に自然の美しさを意識されるようになり、それが精神的、肉体的にも効果があることを認知していた。中世後期には修道院が傷病の治癒目的でハーブ園を要するようになっており、農業も兼ねて果樹園や森林の管理に長けていたと同時に、 疲労回復や運動場など、憩いの場所として見なされることもあった。宗教的な要求でもある、自給自足のために囲われたその庭は、製粉機や、養魚地、蜜蜂の巣箱などを含む場合もあった。ホブハウスは、中世の庭園要素として、以下の宮点を列挙している。ルネサンスフェルディナンド・デ・メディチが保有した、ビレッダ・デッダ・ペトライアの長官図。屋敷の手前には、 養魚地、左右にある正方形の区画には果樹が植えられていた。ルネサンス期に生まれた造園術は今日のデザイナーらにも多大な影響を与えている。再発見された古代イギリシアローマの数学と千円金法を用い、当時の技術者は自然と芸術が並存する幾何学的な庭園を生み出した。ドナトブラマンテが制作した16世紀初頭における、 ベルベデールの中庭は、テラスが階段とスロープに結ばれて、中央軸と直行するものであり、後世の設計に影響した新しい建築スタイルとなった。中期には、幾何学模様の花壇と共に、邸宅と庭の調和やバランスが重視されて、屋敷の窓などから眺めることを意識した作りとなり、その後は水力を多用した独特なデザインが流行した。 これらは主に娯楽のために設計され、植物園のみならずある種の美術館のような役割も果たした一方、中にはメディチ家のように個人的な権威を誇示する目的の庭園もあった。ルネサンス庭園は常緑種と石像建築、そして水といった永続的な物質を要素としており、設計士らも自然の模倣物である庭園は外見のみならず、その根源的なものも、 自然から模倣されるべきだと考えた。特に複雑な噴水や水オルガンなどは時代とともに進化を続け、それらの大掛かりな構造は所有者の権力の現れでもあった。設計士らはこうした水形物を実現すべくアルキメデスやアリストテレスの研究資料を調べて効率的な考え方法や装飾を模索した。初期の庭園は杖やラベンダー。 ローズマリーのように背が低い生垣で区切られたが、中期からは、杖の実が残って、アーモンドやアンズ、ジャスミンなどの高木も併用されていた。他のヨーロッパ諸国民がルネサンス期のイタリアを訪れると、16世紀末には、その庭園様式が他国でも定着するようになったが、以後の度重なる宗教戦争や内戦、革命などでその多くは荒廃し、または、 フランス流のバロック様式に改造された。1494年に勃発したイタリア戦争に参戦したシャルル8世はナポリ王国に侵攻する際にポッチョレアーレにあったとされる庭園に大きな感銘を受け、それを地上の楽園と再評した彼はイタリアの技術者や彫刻などを自国に持ち帰った。しかし、 イタリア式造演術を自家輸入するに際しては問題が発生した。例えば、フランス人にとっての自然は恐怖の対象であり、庭づくりは自然を制しようとする意志の現れでもあったことから、フランスでは剪定が特に発展した。また、斜面の多いイタリアに対し平地が多い国土のフランス庭園に水を取り入れるため、外敵の侵入を防ぐ堀を装飾としての水路に変え、 自然の景観を大規模に手入れした。フランスのバロック・アンドレル・ノートルの肖像画。カルロ・マラッタ作フランスの古典的庭園様式、すなわち、フランス式ルネサンス庭園は、ルイ14世とベルサイユ庭園の主人造園師、アンドレル・ノートルの時代に最盛期を迎えた。ルノートルの建築理論に基づき、ベルサイユ庭園の高木や池垣は、幾何学的に設置された。 現実のあらゆる認識は固定された視点の認識に基づく錯覚であると唱え、円形も観測値により変わり得ることを理解していた哲学者のルネ・デカルトに習い、彼は庭園の特定の場所からでなく様々な視点から干渉されることを想定して、庭園の比率と規模を観察した、際の感覚と現実のサイズを乖離及び錯覚させるよう建築した。 園内のオランジェリーと呼ばれるオレンジ用温室には、パルテールや長方形の池も増設され、周囲にあった林を開拓した、バッシャ道には、噴水像と一体化したボスケが並んでいた。しかし、慢性的な水不足に悩まされていたベルサイユで、噴水を常時稼働させることは、不可能に近かったため、国王が通過している一帯のみを、庭師らは、笛で合図しながら、 その都度主導させる必要があった。ルノートルにより設計された、ボーイコールルイコールビコ城とベルサイユ宮殿は、フランス流庭園のステレオタイプともなり、この様式はやがて、ヨーロッパ中に拡大していった。オランダからイングランドへ、フランスのフィリベールド・ロルムの理論やオランダのハンス、フレーデマンデ・フリースの著作とともに、フツランの建築家の余波は16世紀頃から、 イングランドの王室庭園に広がっていった。ネーデルラント連邦共和国が17世紀にスペインの独立承認を正式に受けると、イタリアやフランスの庭園様式が吸収されたとともに、ルイ14世が何との直令を差し止めたことで亡命してきた、フランスからのユグノーダニエル・マロットが大きな役割を果たした。国土面積が小さいネーデルラントでは、 フランスのように広い場所を要用する噴水や彫刻などが置けないため、並木や鉢、トッピアリーが中心の庭園となった。マロットは当時のオレンジ校ウィリアムとメアリン・スチュアートのために建造されたヘッドロー宮殿の庭園を作った。テラスは、告げでできたアラベスク模様のパルテールで彩られ、正方形の花壇の周囲には貴重な植物種が一つずつ飾られていた。 名誉革命が起きて1689年にオランダ総督だったウィリアムがイングランド王に即位するとハンプトンコート宮殿の庭園には池や水路に並行して置かれた植木鉢といったオランダ風の要素が見られるようになった。イギリス風形式庭園とピクチャリスク中世、イギリスでは森林地帯が様々な役割を果たしていたが、その一つはジェントリーのためのゲームを生み出すことにあった。 貴重な土地を持つ漁師は王族の訪問時に狩りのために動物のたまものを提供することが期待された。自然の中にあるにもかかわらず、すべての設備が揃っているように見えるならば、森林に囲まれた荘園の館は地位、富、権力を象徴しうる。産業革命後にイギリスの林業は縮小し、もはや存在しない。これに対し、 田園都市運動は20世紀初頭の工業地帯に都市計画を導入し、郊外などの工業の悪影響を総裁した。18世紀のイギリス庭園に影響した流派はいくつかあるが、そのうちの一つが家の周囲への植林であった。17世紀半ばまでには、低木の植栽が一貫したものとなり、視覚的にも美観的にも好ましいとみなされた。中世イギリスでは、 森林地帯は、狩猟目的に利用されていたが、18世紀のパターンは、実用性から感性を喜ばせる設計へと園芸のアプローチが、さらに逸脱したことを示す。同様に、イギリスのプレジャーガーデンは、中世の小立ちの影響を受けており、その一部は18世紀にも残存していた。この影響は、低木の植え込みという形で現れ、時には迷路、または迷路のような形で、 整理されている。また、古代からあるものだが、仮想植物に光が入るようにするためのシュレットは、初期庭園の共通の特徴となった。シュレットを用いて作られた庭の小立は、果樹園、香りの良いハーブや花々、苔の生えた小道などを理想とした。こうした中、1800年前後に当時支配的だったランスロットブラウンや、 ハンフリーレプトンのマイルドな設計スタイルに対する批判が高まり、現地の特性を表す廃墟を含む絵のような美しさが必要だと論じられた。1789年に、ウィリアム・ギルピンがピクチャレスク美に関する初見にいて、ピクチャレスクという概念を発表し、それを人間の手入れがされていない自然の景色が持つ視覚的な特質だとした。ホブハウスが挙げたこの ピクチャレスクの主要素である荒々しさ、急な変化、不規則性は大きな反響を呼び、リチャード・ペイン・ナイトなどは、パラーディオ様式のダウントンと、ゴシック建築の塔、武骨内湾を置いて、ピクチャレスク式庭園を作り上げた。一方、フランスのピクチャレスクに見られる素朴さは17世紀、オランダの風景画や、フランソワ・ブーシェや、ユベール・ロベールといった18世紀フランスの、 芸術からの作品への憧れから派生した。ガーデネスクナポレオン戦争末期に商業的成功を収めた中産階級が台頭すると彼らの都市郊外の邸宅では新たな庭園様式が求められるようになった。定期的な出版物や書籍で知識を得つつも君主のように広大な土地を持たなかった彼らの庭は限られた。 領域内での個々に点在するように展示された点在する樹木や珍しい植物と技術革新により導入されたガラス音質や菜園などで構成されていた。イギリスの造園家ジョン・ラウドンは1820年代にこうした様式をガーデネスクと名付けた。彼はピクチャレスクが野生状態の自然の模倣であるのに対しガーデネスクをある程度の世話や改良の対象で 人間の必要と願望に一致した自然の模倣だと説明した。ガーデネスクは根然としてデザイン性や統一感には欠けていたものの、各々の植物を中心に展示、鑑賞できるスタイルは当時の愛好家から注目を浴びた。また、1840年代に多くの外来植物をより集めやすくなったことからも、ガーデネスクの多様化が進んだ。 地中海西洋社会の初期の拠点であり何世紀にも、渡って使用されてきたため、地中海の土壌は脆弱であり、この地域の景観文化は、実りと倹約の対立であると考えられうる。この地域は、主に小規模な農業区画で構成されていました。その後、第二次世界大戦後、地中海からの移民がこの農業様式をカナダに持ち込み、 裏庭における果樹や野菜が一般的になった。現代における庭園のデザインには公共レベルのプロジェクトと個人で楽しむ花を主体としたガーデニングの2種に大別されるが社会の要求に応える職業人の景観設計とアマチュアによる私的な造園はほとんど別物と言えるほどまでに分岐した。米英のナショナルトラストが有する土地では古い庭園が修繕されたことで 訪問客が増え、特に20世紀後半のイギリスにおける造園が流行した。また、除草剤や芝刈り機といった技術の発達による庭園の管理に、要する人的コストの減少や、テレビの普及などでより多くの情報に触れるようになった、ことで、ガーデニングに関心を持つ人々が増加した。1950年代のアメリカで代表的な造園師となったトーマス・チャーチは、 庭が家の延長となりうるデザインを生むとともに、カリフォルニア州のその間群で1948年に制作したドネル家のプールの中に、人造のような形をした抽象的な彫刻を施し、モダンなアウトドアライフの象徴となった。ハーバード大学に通ったガレット・エークボ、ジェームス・シー・ローズ、ダン・カイリーの3人は、伝統的な造園術を学ぶ中で出会うとともに、 ボザール様式の庭園デザインを扱う講義に意義を唱え、その後は現代アメリカの庭園設計における先駆者として注目を集めた。チャーチとエクボは富裕層が所有する庭をプールやバーベキューのためのエンターテインメントと菜園や花壇を含む生活の場とみなした。モダニスト運動で強い影響を及ぼしたブラジルのロバートブール・マルクスは 多様な色の葉を持つ植物を群植し、抽象画のような庭園を作り出した。母国の環境保護に尽力していた彼のスタイルは、植物の自然な生育条件を再現することも含んでいた。メキシコのルイス・バラガンは、スペインのアルハンブラに影響を受け、メキシコ・スペイン領地の高温から守るような壁で囲う、プライバシー空間をデザインした。公共庭園主有庭園ジベルニーのモネ財団が、 有する、庭園公共庭園私有庭園公共庭園私有、庭園公共庭園私有庭園。ありがとうございます。